に美しい色彩や造形の自由効果人はさまざまな色彩や造形物形に囲まれていますこれらの色や形も固有の形態形成上から出る波動を持っており人の精神状態に大きな影響を及ぼします色や形を表現する一般的な方法は絵を描くことです精神療法の一つに絵画療法があります 絵画療法では、患者に絵を描かせます。絵を描くことにより患者の創作意欲を刺激し無気力な萎縮した精神状態から創造性に満ちた積極的な精神状態に移行させることを目的としていますさらに描いた絵の内容から患者の精神状態を推察して治療に必要な情報を得ることもできます絵は 様々な色彩と形から成り立っています色や形も精神に影響を与えます。色や形の中には人の心に影響を与えて治癒効果をもたらすようなものもあります。部屋の壁の色等もその色調によって心理的に大きな影響を与えます。白一色の壁ではなんとなく冷たい感じを与えますが。 青系統の色を使った壁は緊張をほぐす効果があり赤系統の色を使った壁は感情を刺激して高揚させる効果がありますこのため自分の心理状態に応じて周囲の色彩を工夫すれば自分の感情をある程度コントロールできるのです例えば気分が落ち込んだ時は赤や黄色の系統の色の服装をして気分の高揚を測ります 逆にそわそわして気分が落ち着かないときは青や緑の系統の色の服装をして気分の沈静を測ります色彩の精神に及ぼす影響はおよそ以下の通りです赤最も刺激的で人を興奮させ情熱や活気バイタリティを奮い立たせ情愛などを引き出しますが緊迫感や闘争性本能的欲望など刺激する作用があります 代々、陽気で開放的かつ楽観的な感情を刺激し物事にこだわらない代か傘を育成しますが自精神の欠如やわがまま気まぐれや嫉妬などを刺激する作用もあります気・快活健やかさ楽しさを刺激し希望や発展の感情を起こさせる色ですが優柔不断や軽薄さ子供っぽさ甘えや依存心などを強める作用もあります 白無く純粋性中立落ち着きや平静さ明るさバランスの良さを刺激しますが人情味の欠如味気なさ殺伐さなどの感情も刺激します青赤とは対照的に精神を沈静化させる作用を持ちます理性的感情や静寂さ誠実さや爽やかさといった感情を引き起こす反面 孤独や冷淡さなども刺激します緑穏やかで調和的柔和な感情を誘発させ親愛の情若々しさ慰め安息を引き出す色ですがしばしば頑固さや執着性過度の保守性などを引き出します紫高貴さや優雅さ権威神秘性などの感情を刺激しますが複雑さ怪奇さ不安 ここを引き出すこともあります桃色愛情を育成し生命力を高める作用を持ちます人間関係を調和的に結び合わせる乳和さを醸し出しますが軽薄さや本能的快楽への思考などを刺激することもあります形も人の心に大きな心理的影響を与えます 同じ山でも鋭く切り立った鋭角の山頂を持つ山と丸みを帯びた山では見ている感じが違います切り立った山々に囲まれて生活すると神経質で攻撃的な性格になる可能性がありますし丸みを帯びた山々に囲まれて過ごすとのんびりした優しい性格になる可能性あります色と形を組み合わせて 理想的な美を追求すする芸術画絵画です美しく調和した絵画の持つ雰囲気は癒しの波動を持ち病を癒す効果があるとされていますできれば絵を描いてみるのがいいのですがそうでなくでも美しい絵画を鑑賞しその調和した形態形成上から発する癒しの雰囲気を感じ取ることは病気治療に有効であると考えられます。 絵画だけでなく他の造形芸術ででも同じ効果が期待できます絵画の他に彫刻書道陶芸建築など数多くの芸術分野がありますまた人工的な造形物だけではなく昔から花鳥風月と言われている美しい自然の姿を鑑賞することもいいでしょう美しく咲き乱れる花々や緑の草木 飛ぶ鳥や地に動く動く物たち、雄大な山々や広大な海原等の自然の風景空に輝く月や星など花鳥風月も様々ですがこれらの美しさを鑑賞し芸術的な感動に浸ることは病気を癒すのに有効です左の絵は世界で最も有名な美術作品と称されているレオナルド・ダ・ヴィンチの代表作「モナ・リザ」です モナリザの謎の微笑で有名なこの絵をなぜかダ・ヴィンチ自身が最も気に入り死ぬまで手放さず旅行に行く時も常に携えていたと言われています右の絵は木案で4眠図の一部で3人の男と虎が互いに体をすり寄せてそよ風の吹く断崖の下ですべてを忘れて眠っているのどかな風景を描いています 禅の悟りの境地を表しています。下の絵は蚊の元信筆の色、香蝶図で墨で大自然の神王を描き出しています。